平野翔と横浜流星、インスタライブでまさかの暴露は、二人の深い友情に視聴者涙。平野翔と横浜流星、最強の友情。二人の絆が視聴者を熱狂させる理由とは、平野翔と横浜流星、この二人が並ぶとファンたちの心は一瞬で燃え上がる。二人は同意として、どちらも27歳。俳優としての道をそれぞれに歩んでいるが、 その関係は単なるる同業者を超えている親友という言葉でさえ彼らの関係性を十分に表現するには足りないかもしれない彼らの友情の始まりは2018年に公開された平野初主演の映画「ハニー」での共演だったそれから時が流れ彼らは多忙なスケジュールをこなす中でも折に触れてお互いを支え合い心を通わせてきた 特にコロナ禍の外出自粛期間中には、直接会えない代わりに電話での交流が深まったようだ。ある日、平野が何度も、愛してると連投し、根負けした横浜がついに、じゃあ、俺もだよ、と返したエピソードは、ファンの間で有名なものとなっている。そのシンプルな言葉のやり取りには、2人の間にある揺るぎない絆が感じられる。お互いに話さなくても通じ合うことができるという独特の距離感も、 彼らののの関係の魅力の一つだろう。例えば電話で無言のまま30分も続いたことがあるという話を平野が語った時その間に生まれる安心感こそが2人の間にある深い理解の証だと多くのファンが感銘を受けたに違いない最近のインスタライブでのコラボ配信ではその特別な絆がさらに強調された平野が「元気?」と問いかけると横浜が笑顔で「元気だよ」と返し ヘアセットについて冗談を言い合う微笑みましいやりとりも見られた。ヘイヤがトイプードルみたいな髪の毛じゃん、かわいい、とコメントしたことで、視聴者は彼の飾らない素直さと親しみやすさにさらに引き込まれたようだ。このインスタライブが配信された瞬間、同時視聴者数は52万人に膨れ上がり、ファンたちの反響は計り知れないほど大きかった。視聴者の多くは、 画面割れるほど顔がいいと興奮を隠せなかったようだがそれも当然だろうこの瞬間二人の友情が生み出す独特の空気感がデジタル画面越しでも伝わってきた二人が会う頻度は決して多くない平野がファンの方は俺と流星がしょっちゅう会ってると思ってるじゃんと笑いながら説明した通りお互いの忙しさゆえに頻繁には顔を合わせることができないしかし それがかえって一つ一つの会話や時間を特別なものにしているようだ。横浜が、飯でも行こうよと誘うと、平野も、行きたいね。同世代の友達少ないし、話したいこともたくさんあるから、と応じた。その素直なやりとりには、友人でありながらも、それぞれの多忙なキャリアを尊重し合う大人同士の理解が感じられる。この二人の友情には、常にお互いに対する尊敬が根底にある。 横浜は武道に長け、空手の有段者である上に、ボクシング映画、春に散るに出演するためにプロボクサーのライセンスを取得するという徹底した役作りを行った。一方の平野は、ダンスや歌といったエンターテインメント活動に注力し、かつて所属していたジャニーズ事務所の枠を超え、新たな可能性を追求するために独立した背景もある。異なる分野でそれぞれの道を極めようとする2人だが、 そのストイックな姿勢が共鳴し合い、互いのキャリアにおける挑戦や努力を理解し、尊重しているのだろう。インスタライブの中で、横浜が平野の投稿したダンス動画を絶賛する場面もあった。そこで平野が、ダンサー役と書きたら練習するの、と冗談めかして尋ねると、横浜が、教えてよ、と笑顔で返し、平野も、高いよ。東京の 2LDK の家賃くらいかな、と軽くから買うように答えた。 このやりとりにファンは爆笑したが、同時に二人の関係が単なる表面的なものではなく、本物の友情であることを再確認したに違いない。舞台裏での努力や鍛錬があるからこそ、彼らのやりとりには信頼と安心感が漂うのだろう。この二人の特別な関係は、これからも続いていくに違いない。平野は芸能界の友達は少ないけれど、 劉星は数少ない同世代の友達と語っており、顔が良いだけでなく、内面からも深い友情が築かれていることがうかがえる。そんな2人の友情は、ファンたちにとっても特別な存在だ。彼らの関係がこれほどまでに愛されている理由の一つには、2人が持つ親近感が上げられるかもしれない。もちろん、2人は芸能界で成功を収め、驚くべき外見と才能を兼ね備えている。しかし、 それだけではなく、お互いを支え合う彼らの姿は、私たちの日常にも共感できる要素を含んでいるのだ。例えば、忙しさに追われる中でも連絡を取り合い、時に会って語り合うというスタイルは、長い付き合いの友人同士が持つごく自然な交流であり、多くのファンにとっても、わかると感じさせる瞬間なのだろう。彼らが画面を越えて共有する姿は、友達同士の会話を覗き見るようで、 ファンたちは彼らの素顔に触れられるような感覚に引き込まれる。そして、その笑顔や冗談のやり取りから、2人の関係がどれほど心地よく、自然であるかが伝わってくる。それはまるで、長年の親友と過ごす安心感に似たものだ。また、彼らが違う道を歩んでいることで生まれる、互管生も、2人の関係をさらに深く、特別なものにしている。横浜がアクション俳優としての道を極める一方、 平野はダンスや歌を軸としたパフォーマンスで自己表現を追求する。異なるフィールドでありながらも、共通するのは高いプロ意識と、常に上を目指す姿勢だ。そのため、二人の関係には憧れと尊敬が自然と生まれる。ある意味で、二人は互いにリスペクトし合う戦友であり、また、気を許せる友人でもある。 そのバランスが絶妙だからこそ、彼らのやり取りは、ファンにとっても励ましと安心感を与えてくれる存在となっている。彼らの友情は一朝一夕に築かれたものではなく、互いの努力や挫折、成功を見守り合い、支え合う中で育まれてきたものであるからこそ、その結びつきは非常に強固だ。近年、彼らがますます忙しくなり、メディアで一緒に見られる機会が減っていることを残念に思うファンも多いが、 それでも2人の関係が変わらないことを知っているからこそ、安心して応援することができる。2020年10月に放送された、人間観察バラエティモニタリングで、横浜が平野と一度だけイタリアンを食べたエピソードや、そこからドライブデートに発展した話が語られたとき、多くの視聴者が2人の素朴で純粋な友情に感動した。その日の夜景を2人で眺めながら、どんな会話を交わしていたのかはわからないが、 そのひとときに2人の友情の特別さが象徴されていたのかもしれない。そして、ファンが彼らの友情を一層愛する理由の一つには、平野と横浜が共に日々の努力を惜しまず、高みを目指し続けていることもある。横浜は役作りのために真剣に体を鍛え、プロボクサーのライセンスを取得するなど、役者としての道をひたむきに歩み続ける。そのストイックな姿勢は、彼の演技にリアリティと力強さを与えている。 一方の平野も、ダンスや歌を通じて観客に感動を与えることに情熱を傾け、エンターテインメントに対する真摯な姿勢を持ち続けている。ジャニーズ事務所を離れた後も、その独自のスタンスとクリエイティブな追求を諦めない平野の姿には、多くのファンが勇気と感動を覚えている。2人の友情には、単なる親しみやすさ以上の深みがある。時折見せる冗談や笑い合いのシーンには、言葉にならない信頼と、 互いいを理解しし尊重し合う気持ちが宿っている芸能界という特殊な環境の中で2人が持つ特別な絆はこれからも色あせることなく続いていくことだろう彼らの友情が持つ力強さと温かさがファンにとってどれほどの喜びと希望を与えているかそのことに彼らもきっと気づいているはずだ